3月22日、午前8時半です、今日は15度まで気温が上昇します。これまでと、打って変わって春らしい天気になります。で、今日は籠江名人と2人で久しぶりにやっています。最初は、メバルを狙っています。どうですか？今からだと、これからですか？結構波が高いからね。これ昨日の波なのか今日の波なのかどっちかだよ。いや、どうしてもさ、春になると波も出てくるよ。北風じゃないからね、南風だから。富士山が8合目ぐらいまで雪をかぶっていますね。それでこの沖で今カツオ船が散水してしています。こんなに早い時期からカツオやってんだね。これが、はい、材木座海岸ですね、いよいよ春になりました、うん、春本番ですね。海も穏やかです。例年だとだいたいメバルが3月末から来るんですけどね。今日はどうですかね、本当に暖かい。今年の冬は半世紀以上異常天気でしたね。当たりはない？当たりねえか。やはりここは砂地だから、もっとマリーナ寄りに行った方がいいんだな。遊具さんもやってないね。遊具さんも全然やってないよ。この水面からもう10センチぐらいだからね。カノーというのはもう水面の上に乗っかってる感じだから非常に気持ちいいんですよ。それでこうやって波にゆりかごのようにゆらりゆらりと揺られて、で魚と遊ぶと。シラスはもうダメらしいよ。今シラスは全然いないらしいで。あそこやってるよな、知らせな。はい、これからじゃあ少しメバルをやってみます。この正面が寺島富士山。相当、もやってますね。空もだんだんこれから晴れてまいります。